ゼルビッツは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区、ホ富フ郡の市で、ホ富フ市から約14キロメートル西のフランケンバルトの中、連邦道 B173 及びアウトバーン A9 沿いに位置する。本市は、公式には17の地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ゼルビッツが、 初めて文献に現れるのは1367年。1388年からは、数多くの報道を持つニュルンベルク城博の所領となった。1783年5月16日に、市場の開催権を獲得し、1792年から、プロイセン王国バイロイト公領のアムトが置かれた。ゼルビッツは重要な三次会の固有権を有していた。この市場長は、 1807年のティルジットの和訳によってフランスの管理下に置かれ、1810年にバイエルン王国領となった。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体令により、今日の自治体となった。1954年10月26日に市場長、ゼルビッツはスタットの称号を得た。この地域の人口は、 1970年5,651人、1987年4,981人、2000年4,947人であった。市議会は市長を含めて21議席からなる。ゼルビッツは鉄道路線豊富、バーと指定便線を用いた鉄道輸送の美がある。主な産業は、食婦、食器プログラミング、医療品、靴、宝石工場。 燃子工場、旗織工場、カーテン、婦人規制服、染色、コーティング、糸加工、プラスチック加工、シーツベッドカバーナプキンなど日用布の製品、電子、機械製造、刺繍、印刷業、輸送業、建築資材、建築業。ありがとうございます。